へん、はい、雨の中華街より、これはマーさんの店、なんか有名なんですかこれ、朝7時からやってる、よいしょ、いろんな料理あるね、とりあえず行ってみようか、よいしょ、にゅん行ってみましょうか、すごい有名なお店なんだね、これがマーさんか、あさか、おかゆがすごいいっぱいある、あ、これすごいな、おかゆで食べたいな、すごいね、うん、お、すごいね、びっしりメニューがあるね、尋常じゃない、確かにすごいね、これいつもこういうのってお店の人ってちゃんとこう把握してるんだよね、すごいよね、お手仕込みある、でも朝はやっぱりおかゆ食べたいね、ほんとだ、おかゆのセットがある、へぇー、でもさ、体だってファミリーセットになってる、こういうの確かにいいかもしれない、これ目移りするね、あ、これ、あ、なにピータンのおかゆ、というか、これでもおかゆ2つで何品か食べるぐらいいきたいね、お腹いっぱいになっちゃうと次が続きません、この子は食べようよ、いいね、ジャジャ麺とかなんかいろいろ思い出すねいろいろ思い出すね、これここでも何料理って言ったかな、上海料理って言ったかな、カムシャル唐揚げかも、カムシャル唐揚げあった、あ、本当だ、カムシャル唐揚げ、一度食べたら病みつきになります、杏仁豆腐も美味しそう、やっぱ天津が楽しくなるこれは、ニラも、それでこれじゃな、このこの人は白身魚、はい、確かにこの馬さんじゃない、馬さん、馬さん、はいよ、すごいよ、このセット何かすごいかって、飲み物生ビールかウーロン茶とかも選択がすごいよね、すごいね、でもウーロン茶ってでもこのウーロン茶ってさ高いんだろう、高いの、高いし美味しいじゃん、だと思うよ、さっきだったらなんかちゃんと瓶に入ってる、ちゃんちゃん急須のウーロン茶だから、ウーロン茶だって高級品でしょ、あ、そうだ、ね、台湾とかで高級品、それメニューが分厚くなすぎて入らないの、うん、下まで行かないすごいね、こんだけメニューいっぱいあればね、これ全部食べた人ってほとんどいないだろうな、何サトシやってるのかと思ったら、これ何、私も思った、書いてあるんだ、うん、すごいね、ちょっと待って、ギュッから混ぜてください、あ、はい、あ、分かりました、これ可愛いですね、箸の、すごい、ありがとうございます、美味しそう、てか、大きい、おかゆってこんな大きいんだって、台湾で、そうだ、思い出した、そうだ、おかゆって日本のおかゆと違うんだ、日本のおかゆとイメージ全然違う、こんなすごい、すごいボリューム、いや、子供たちが折り紙に夢中になってるうちに父ちゃんこれもらい、白身魚なの、下にね、潜ってますよ、下潜ってますよ、とりあえずこれいただきます、いただきます、よいしょ、箸置き持ってる場合じゃない、食べよう、一緒に食べよう、これはね、一緒に味わいたい、めっちゃ美味しい、これ、いや、ゆうじくんそれピータン入りの方だね、ピータン味変わらない、美味しい、折れた、できた、食べてみ、食べてみ、美味しいな、皆さんいかがですか、ピータンどう、美味しい、もうすっぷるぷるぷる、ね、このおかゆ美味しい、なんで向こうでも日本のおかゆのイメージどうしてもね引っ張っちゃうんだよね、確かにこれなんだろうね、なんか食材だね、食べてみる、味がすごいしっかりしてる、うん、この何この油ごま油、ごま油、すごく美味しいのこれ、大変美味しいございます、サトシ白身魚発見、本当だ、お姉さんにとってあったんだ、食いね食いねとか、父ちゃんこれ食べきらんからいっぱい食べて結構量ある、思いのほか量がある、これ、これで500円ちょんでたらこれ一人で一本お腹いっぱいなんでしょこれ、うん、
これさ、結構味、思いのほかしっかりしてる。で、白身魚っていうか、もっとあれかと思ったら、すごいかなりガツリしてる。うん、美味しい。すごいボリュームだこれ。これ折れた？どんな感じ？箸置き見せて見せて見せて、手にちょっこんと乗っけて。なんせ東京タワーみたいな。それが圧力みたいな形すんの。こんなの。おー、ありがとうございます。すっごい小籠包や。これ綺麗だね。それこっちがすごい気になる。イソギンチャクこれうわ美味しそう。食べようぜ食べようぜ。ありがとうございます。どっち行く？どっち行く？お、いいね。こっちなんかサトシのいつもネコウォーみたいだもんなこれなんか面白い形してるね。どっから食べようかな。暑そうだから気をつけてね。うん、中にたっぷり。サトシもいいんだよ。サトシどっち？エビ美味しい。エビプリプリしてる。いいね。これ豆だ。豆といえばお母ちゃんでしょう。よし、母ちゃん食べば。いきます。熱いの気をつけてね。熱い、美味しそう。あ、なんかもち米な。もち米？あ、あれか、もち米。あ、そっちか、うん、上海もち。上海のではないけど、上海さん。いただきます。その豆入りだね。あ、これ美味しい。マーボー豆腐に使う、あの豆味噌の豆だね。豆味噌の豆、本当にちょっと味噌味って感じなんだね。すっごい皮がもちもち、大変美味しいございます。これ小籠包スープいっぱいだから食べるのご気をつけて。ほら、これちゃんとあとで美味しくいただきたいね。なに台湾で食べれなかったからね。小籠包すごい混んだの。ディンタイフォンすごい混んだから面白い食べ方してるけどこの人。サシ君で締めようかな。本当はハイジさんにいろいろ教えてもらったの。ハイジ師匠。スープこぼさ。スープからいく。さあ、本当だ、本当にもそうだ。ちょっと行ってみるよ。ちょっとこの状態抱いてます。せーの、よいしょ。うん、うん、美味しいのこれ。外れなし。優しい。もうちょい食べたいけど今日はまだ先があるから、これまた次回ねここはね、朝7時からやってるから、朝早くからやってるから、また今度ね、何か行くときに野球見に来たときがいいかもしれない。また来ようぜ。ありがとうございました。